ということで、青いステークスですね、まとめになります。 S 評価4頭の中でも一番よく見えたのはピューロマジック。提供はトリップサムライがお送りいたします。名刺代わりに私の成績をご案内いたします。ウマニティで公開されている私の公式データです。小倉9レースで550万を的中、新潟101レースでは200万円的中、数々のレースを的中し、その後パタヤにて隠居生活。日本とパタヤを行き来しておりました。なぜ移住してたかと言いますと、当たるからです。今年3月より予想活動に復帰しております。チャンネル登録をしてお待ちください。まずは衛進スポッターですね。6月20日の、立東でね、販路の八百重というところ、800で 53.7、 ラストが 12.3 ですね。単走でね、追ってきております。力むとこなくね、非常に綺麗な感じなんですけど、非常にね、こうがっちりとしてね、ちょっと足が短いような感じなんで、まあパワーのいるね、ダートが向いてるのかなというところですね。まあスプリンターステークスにも出てる実績はありますから、なんとかね、頑張って抜けてもらいたいと思います。前走は京都、まあその前もね、京阪杯で、京都が強そうですから、前走も外回りからね、うまい具合に小気味よくですね、足を使っておりますので、まあ平坦の方が合うのかな、阪神の方はねちょっとやっぱ坂がきつかったのかなというところもありますので、今回の調教を見てる分にはですね、この小倉もね、合うんじゃないかなというところ、調教評価は A 評価ですね。続きましては、ジャスパークローネでございますね。こちらも単走でね、立東半路のやや重というところ、非常にケッパレが強くですね、ウッドを跳ね上げておりますね。回転も速く小気味いいし、リズムもあって、非常にいいバランスですね。調教きれいにできてるんじゃないかと思います。ここのところはですね、アラブですとか、まあ、あとサウジアラビア、そして、香港、そしてアメリカというところ、まあ、小倉でですね、8月の20日の、北九州記念を勝ってからね、その後は割とこうね、海外向けに走っておりましたけど、まあ、ここでね、また小倉に戻ってきて、調子もね、海外戻ってきてからも、そんな悪くなさそうですから、まあ、3月30日にね、アラブということでございますので、もう4、5、6月の26日、まあまあ、ね、検疫ももう終わって十分じゃないのかなと思いますので、今回のところ、調教評価は S 評価になりますね。テイムスパーダですね。こちらも単走でね、追ってきております。まあ、前半戦のね、200ぐらいはちょっとのんびり加減。うん、そして、まあ、手綱もそんなに絞ってはいない感じ。ただ、ちょっとね、右に持たれるような感じがあるので、それがちょっと気になるかなというところですね。フットワークは軽快ですし、右前のね、足の出し方もいいですし、非常に筋肉もね、発達しておりますので、状態は悪くないんじゃないかなというところですね。ここのとこね、ちょっとハンデがね、だいぶきつくなってきてますので、まあ、セントールでね、なんとか勝ちましたけど、まあ、これ、アグリのね、一着ですから、まあ、内容的にはいいんじゃないかなとは思います。ただ、まあ、去年のね、北九州ではジャスパークローネに完敗と。これ、55キロですから、まあ、今年も55キロ前後になるのかなとは思いますね。まあ、スプリンターまでね、2回出ておりますから、頑張ってもらいたいなとは思いますけどね。まあ、あと、ジョッキーと、まあ、展開で、まあ、あんまり早すぎるとね、どうなのかなという感じもありますけど、まあ上がりがね、どうでしょう、33秒台、そのあたりのね、足が繰り広げられるようなね、まあマイペースぐらいだったらね、いいんじゃないかなと思いますけど、あんまりハイになっちゃうとね、良さが生きないのかなというところですね。調教評価は B 評価ですね。七尾ですね。ポリトラックでの調教になりますね。二頭合わせの外側というところ、6ハロンで 81.6 のラストがまあ11秒というところですね。まあ持ったままのね、馬なりで、まあちょっと合わせてからね、ちゃ軽く気合をつけるような感じで、ぐーんと加速していくような感じではございますけど、まあそれほどね、伸びない。そこでぐっとぐっとね、こう追っているような状況でありますので、ちょっと思ったよりの、調教ではなかったんじゃないかなというふうに思っております。
前走のですね、青いステークスの今、最終はね、出てましたので、ちょっと今、最終を見ております。合わせてる馬、非常に力強いね、もうバンバン後ろ足蹴り上げてるような感じですけど、まあ、7はね、結構優しめに、半路ね、駆け上がっていくような感じ。まあ、こんな感じで良かったらね、ポリトラでも大丈夫なのかなというところ、まだ最終でおそらくこれ、半路を使ってくるのかなというところなので、まあ、ポリトラックでも十分かなというところですね。まあ一つ気になる点といえば、阪神ジェネラビル JF の時にですね、やっぱりポリトラなんですね。ただこの時はポリトラを使う前にですね、シーウッドでちょっとバランスを崩したというところで、まあ馬のね集中力が欠けたというところでポリトラでね、長めに使ったということを書いてありますから、まあ今回もね、もしかしたらそういうパターンだとね、あまり良くないのかなという感じはします。こちらはまあ最終のね、追い切りを見てからかなというふうに思っております。まあ、今回のね、一周前、ポリトラックではですね、まあ、調教評価は A 評価で大丈夫かなというふうに思っております。続きましては、ピューロンマジック。前走のね、青いステークスでは非常にいい動き、そして、調教でもね、評価の方をさせていただいて、見事的中させていただきました。さあ、今回はどうでしょう。単走でね、追ってきております。非常にぐーっと手綱絞ってですね、ラストが、14秒台ですからね、ちょっとあまり調教やらせられないのかなというところ。ただね、後ろ足の蹴っ張りはめちゃめちゃ強いですね。今まで見た中では一番強いです。ただ、前足はちょっとまあね、それだけの速度ですから、それほど出てないですけど、これはちょっとね、最終を見ないとね、ちょっとこのタイムだとね、いい結果ではないですね。調教評価は B 評価ですね。まあ、調教師のね、安田調教師のコメントを見ますと、スイッチを入れないようにね、負荷をかけましたと書いてありますから、まあ、おそらく順調には来てってるんでしょうけど、あまりね、エキサイトしないようにというところの調教。ただ、あんまりね、こういう調教やってる時って、いい結果出ないですよね。続きましては、ペアポルックスですね。こちらはですね、半路で合わせてきました。外側からね、追いかけるような形になりますけど、まあ、ぐっとね、こう重心下げて、気持ちよく走ってるんじゃないかなと思います。派手さはないですけどね。ただ、まあ、後ろ足の蹴っ張りもいいので、割と巻き上げておりますし、多少ね、こうゴーサインが入った瞬間からはね、非常に元気よくね、立ち回っておりますので、足さばきもいいですし、まあ、そんなにブレることもないですしね、順調ではないかなと思います。タイム的にも52.9、そしてラストが 11.8 というところ。こちらもね、青いステークス組でございます。まあ今回ね、1、2、3着が出てますので、ここはもう本当ね、調子がいい馬が勝ちんじゃないかなというふうに私は踏んでおりまして、ペアポルックスもですね、非常に順調は、順調。ただ、まあ大きな上積みがあるかなというと、そうでもない。ただ前走57キロ積んでます。そしてピューロマジックは55キロ。このあたりの差はね、大きいんじゃないかなと思いますので、ちょっとね、ハンデキャップが出てからまたね、最終見ていきたいかなと思っております。調教評価は A 評価ですね。まあ、上積みは感じられませんけど十分じゃないかなと思っております。モズメイメイですね、ここのとこちょっと良くないですね。やっぱ足の出方がね、左足がちょっと綺麗に出てないかな。そしてまあ、後ろ足はいいんですけど、ね、前足がね、やっぱ綺麗に上がってないですね。そしていやいやというかね、行かせてくれ、いやいやなのかな。これはあんまりセルと精神的にも良くない状態が続いてるんじゃないかなというところですね。モズメイメイもですね、青いステークス、去年の青いステークスからですね、あまり調子が良くない。ここからのね、ちょっと暑い時期もどうなのかな。北九州記念もね、今年も、去年も10着と芳しくなかったですし、まあその後スプリンターも16着、で、ダートを使ったりしておりまして、まあちょっとね、販路を探しているような感じになると思いますけど、どうかな。ちょっとここでは厳しいですね。調教評価は D 評価ですね。続きましては、屋久島ですね。こちらもね、立東のシーウッドで、外回りコース、外回りをね、走らせております。単走ですね。一歩一歩噛み締めてるような感じで、馬自体はね、非常に大きく見えておりますし、足さばきもね、まあまあね、しっかりとはしてるかなとは思いますけど、ただまあ、どうかな。やっぱり難しい、気象が難しいまでもあるんでしょうね。まあ、ここのところはちょっとね、後ろからちょっと出遅れ気味なのかなというところで、まあ、まだね、追って、
ってからというところもありますけど、ちょっと動きがね、もたもたっとしているところ。ただまあラストは 11.2 で、ある程度時計は出てますけどね、あまりスピード感は感じられない。まあ一周前としては、そうですね、B 評価ですかね。まあ最終がちょっと見たいところですね。そしてラストはロードベイリーフになりますね。こちらは、リッドのシーウッドの、一番外側というところ。まあ、ある程度、前に行きながらね、後ろの馬をね、迎え撃つような感じにはなりますね。まあでもちょっとこの馬も気象が難しいのかな。ちょっと右行ったり左行ったりというところで首を振りながら走っております。まあ、鞍上のね、調教助手さんもちょっと立ち気味で乗っておりまして、まあ気分が乗ってきたからはね、ぐんと加速はできておりますので、まあこの馬もね、気分次第なのかなというところではありますね。ただまあそうですね、大きな前走からの上積みがあるかなというとちょっと難しいところですね。調教評価は B 評価ですね。ということで、S 評価は今回はね、ジャスパークローネ1頭だけというところになります。ちょっと青いステークス組がね、まあ、最終の追い切りでどれぐらい変わってくるかというところを見てみたいと思いますね。今回はまあちょっと A 評価までかなというところでございました。まあ、ジャスターがね、3月からで、割と期間が空きましたからね、ここは状況ね、立て直して出てこれるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、好相性のこのレースで、一発期待しております。まあ人気は出るんでしょうけどね、まああとは重さがね、筋量がどれぐらい乗るのかというところになると思いますけど、まあトップハンデになってくるのか、それともね、ある程度軽いところで収まるのかというところ、そして、他にもね、今回調教見れなかった馬もね結構いますから、そのあたりも含めてね、最終追いを、改めてねしたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいなと思っております。ということでですね、青いステークスのようになんとかね的中できればいいかなと思っておりますので、皆さん応援の方よろしくお願いいたします。お前もっと調教頑張れよとおっしゃっていただける皆様、ぜひチャンネル登録をしていただいて、今回ねなかなか一週前良かったよということであればね、ぜひグッドマークの方もよろしくお願いいたします。並行してですね、ラジオ日経賞も配信させておりますので、ぜひそちらもね参考にいただければと思います。水曜日終わりましたらですね、すぐさま、最終追いの動画が出次第、調教を見させていただこうかと思っておりますので、そちらも楽しみにお待ちいただければと思います。それではありがとうございました。バイバイ。またね。